トール・グスタフ・テオ・ドールマンは、スウェーデンの指揮者、音楽教師。1894年、ストックホルム生まれ。6歳で、地元の音楽院に入学し、アントン・アンデルセンとカール・リンデの各詩に、チェロ、コンラート・ナルド・クビスト、イエオリシュ・ネーボイクトと、オラロ・モラレスの各詩に、室内学、エルン・ストエルベルクに、音楽理論を学んだ。在学中の1915年から、 ストックホルムフィルハーモニー協会のチェリストとなり、1918年にはスウェーデン王立歌劇場のチェロ奏者も兼任した。1919年に同音楽院を卒業。同じ1919 19年にストックホルムで指揮者としてデビューを果たし、その後ヨーロッパ各地を巡った。1922年にイエーテボリ公共楽団の第二指揮者となり、1925年に 主席指揮者に昇格して1939年まで、勤めた。この間、1924年から翌年にかけて、丸目交響楽団、1930年から1937年まで、イエーテボリ室内還元楽団の指揮者を兼任した。イエーテボリ交響楽団の任期を終えた後は、ニールス・グレビリウスの後を継いで、スウェーデン放送還元楽団の主席指揮者を務め、 1959年に演奏活動から手を引いた。音楽教師としては1939年には母校である音楽院の講師となり、1945年に教授に昇格した。1961年に母校を退官後は、アルビカの音楽学校で指揮法を教えた。1974年、ストックホルムにて死去。ナクソス。ありがとうございます。